ちごのグルメ。今回は六本木にあるダイニングバードラに行ってきたよ。マップはこちら。日比谷線六本木駅から徒歩3分くらいです。前に紹介したことがある親子丼のお店とかヌーカン佐藤とかがこの辺の近くになります。そちらの動画もよかったら見てね。この大きな黒カレーって書いてあるあの看板が目印になっているんですけれども、こちら夜はダイニングバーとして営業されているようでして、メニュー見てもがっつり飯が美味しそうなのですが、私はこちらに2回ほどランチで伺っております。地下にあるお店でして、この大きな通りから1本入ったところにあるんだけど、この大きな石にこれと同じペイントがしてあるので、絶対ここで曲がるんだってのがすぐ分かるところになります。看板はこんな感じ。ランチの時にね見ると、ハンバーグ？ハンバーグカレー？カツカレー？絶対美味しいじゃんって思う感じの看板があります。このコルクでできてるドラって書いてあるのかわいいですね。これが階段降りる時に見えるところです。私これよりもこっちのイメージがすごい強いんだよね。これはもう絶対見たら忘れないって感じだよね。中はこうウエスタンというかカントリーっぽい感じがする雰囲気で、カウンター席とテーブル席があります。夜はね、そのカウンターでお酒飲むの楽しそうだなっていう雰囲気です。はい、メニューがこちら。このお店では夜もカレー食べることできるみたいなんですけれども、ランチは黒カレーほぼオンリー、油淋鶏とハンバーグだけもあるんですけれども、私口コミでここ見たのかな。でその時にすごいカレーが美味しい、黒カレーが美味しいっていうことがすごい書いてあって、それでランチに行ったっていう感じですね。さっきの看板にも黒カレーバーンって書いてあったから、やっぱり黒カレーが名物なんだなっていう感じですよね。こちら、サラダもついて1100円っていうのは六本木の中でのランチの価格としては結構お安い方。なんかね、六本木やっぱり高いんだよね。1500円とか1600円とか普通にするっていう感じなんで、1100円でサラダもついてくるのは万々歳な感じがします。そんないろいろカレーがある中で私が選んだのはこちら。まずはね、やっぱりカレーといったらカツカレー食べるよねっていう感じで、もうカツがサクサクに揚がっており、このね、黒いカレー、なんか、あんまり、なんだ、日本のカレーもさ、外国のタイカレーとかもさ、色は黒じゃないじゃん。だからな、どんな感じと思って食べたんだけど、なんて言うんだろう、辛い。辛っていう感じじゃなくて、濃厚で、奥から辛みが来る感じのカレーですね。中辛かな、辛口ではないけどっていう、甘口でもない。ただ辛すぎて食べれないとかじゃなくて、コクのあるカレーっていう感じかな。スパイ程よくスパイシーでっていう感じで、カツにも合うよっていう感じです。これが1回目の時のカツカレーです。そして2回目に行った時はハンバーグカレーにエビフライをトッピングしました。イエーイ、大ボリュームまんま。もう本当にね、私カレー大好き、いちごちゃんで知られているとかと思うんですけれども、知られてないかな、大好きなのカレーが。でもうさ、カツカレーはもちろん大好きじゃん。でハンバーグもさ、ここのメニューでハンバーグもランチメニューであるんだけど、まあハンバーグどっちも食べれるんだったらカレーもあった方が絶対一緒っていうことで、ハンバーグカレーにして、でエビフライもこの時すごい食べたくて、トッピングできるならつけるでしょっていうことで、ハンバーグエビフライトッピングカレーにしました。ね、もうなんだろう、ハンバーグにもカツカレーにもこの黒カレーがめちゃめちゃ合うし、なんかそしてボリュームも満点ですね。ご飯の量だったりとカレーのね、ルーの量も本当にバッチリでした。めっちゃ美味しかった。こちら公式ホームページの方には夜も一人、夜は一人飲みにもっていう風な記載があったので、フラッと行ってみるのもありかもしれないなと思いました。いやでも本当にね、ランチでハンバーグだけのもも食べてみたい気はするんだよね。でもどうしてもやっぱカレーあるならカレーつけたいよな。ほんとやっぱこのハンバーグカレーは本当に結局最強チョイスだったのではないだろうかと思っています。もうでもな、やっぱりハンバーグも進めてるってことは、それだけ単体で食べても美味しいんだろうな。でもやっぱカレー、どうしたらいいんだ。その謎を解くためにはやはりもう一回行くしかないんだな。行く必要があるかと思いますので、また近々このカレーを食べに、いやハンバーグを食べに、いやカレーを食べに、どっちにすればいいのか確かめに行ってみようと思います。今回も素敵なお店で美味しいものがいただきました。ごちそうさまでした。